始まります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの3回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか？出番が来ない。疲れた。さあ、そして打席には清宮が入ります。さあ、得点圏には同点のランナーを置いています。まあここは逃さない場面でしょうね。なるほど、そうですね。甘いボールでしたね。っていうのは大体初球から狙ってきますから要注意ですよ。ライトへ持っていった。一生破っていくサードランナーが、ちょっと前作だから無理だ。ファイターズ同点、5対5。試合を振り出しに戻しました。ご覧いただきましょう。この一振りで同点に持ち込みました。いや、いいバッティングを見せてくれましたよね。これで両チームの得点が同じとなりました。あれ、清宮あれだけ？マジかい。日本ハムファイターズ痛い敗戦となってしまいました。最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。いい試合ではありましたけれど、もう一息でした。今日はしっかり切り替えて次のゲームに臨んでもらいたいと思います。勝ったオリックスバファローズ、接戦をものにしました。一方のファイターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦